回のこぎり山ってとこに来てます。イエーイ、うるせえ、来てるぜ。ああ、石が鋭角に、あれ石切りの跡なのかな。はい、のこぎり山ってとこに来てます。イエーイ、うるせえ、来てるぜ。うるせえ。じゃあこっちだ。地獄の上6号や。地獄の上。はい、来るのに現金が忘れてる。はま寿司なら、お、ホケ教。え、ホケ教で言うの。ホケ教言うたね。ワンワンっていうのと一緒だ。そうね、かわいらしいさのアピール。地獄の時この上ですね、まだね。お、もう覗けるの？まだです。いや、ここそうだね。うわぁ。何を見てきたの。廊下がひどい。もうお、瑠璃光展望台というのがこの先にあるようで、瑠璃光に。ああ、ここが瑠璃光展望台ですかね。ね。ああ、もう、はいはい。ああ、石が鋭角に、あれ石切りの跡なのかな。ああ、ここなんか並んでる。これ怖えな。これは怖えよ。怖え、怖え。おお。怖え、怖い、怖い。はい、でここでね。1973年に少年が自殺した。ここから飛び降りたのかどうかちょっと分かんないけども、そういう場所になってますね。あ、ここから飛び降りたら確実に死ねますね。ここまで登ってくる根性よ。まあ、毎日新聞に遺書を送ってっていう話なんで、でもそっち側とかかもね。あ、おお、景色いいな。まあね、本年から1975年に少年が飛び降りたと言われてますね。少年ですね。以降崖から落ちる人が目撃されるようになったと言われております。のこぎり山、そういう場所ですね。
おー、でかっ。ああ、マガン仏なんで崖を掘って作られたという、でけえな、おいってやつですね。でかい。何してんの、大丈夫？うん、このだ。はい、そんなノコギリ山。まあね、自殺者の例が出ると言われている人です。はい、結構ね、見るとこ意外と多いので時間かかりましたけど、なんとか見てきました。